今度スバル BRZ のマニュアルトランスミッション車です。左フロントがリバースっていう H パターンの6速。今86の AT とマニュアル乗ってラップタイムが AT で22秒3、22秒2とか3で、マニュアルが21秒9でしたから、ほとんど差がないですよね。タイヤがもう2番目に乗った時は少しクリップが垂れてきてしまってたので、その影響分ぐらいしか差がついてないかもしれない。
流れ始めると結構急激に来るんですけど、それまではしっかり粘ってて、その間でアクセルでこうトラクションかけることができる、その分の速さがあります。